はい、どうも、ポチポチ協会でございます。というわけで、いろいろと前回長話を聞いた後なんですけども、というわけで場所移動しようかなと思います。デビ中にね、はい。今日も来てしまいましたね。デビ中に。はい。いや、人は見かけによらないというか、あんな人の良さそうな田村が昔、サッコさんを裏切っていたなんて思いもよりませんでしたよ。そこで提案ですが、田村に会ったらもう一度、柏木の写真を見せて反応を見てみませんか？お、フラグ立ててくれたな。もしその時、とぼけたら、そこでサキコさんの話をするんです。言い逃れできなくなった田村が一体何を言うか見物ですね。もうお前が操作しろや。では、早速田村に話を聞きに行きましょう。いや、調べるよ、あたりとりあえず。駐車場はガラガラです。ツアーバスで来る団体客がちょうど帰ったところみたいですね。見学金来てんやな。結構来てるいたもんな。ツアーバスは次から次に来ますから、混む前に聞き込みしちゃいましょう。しかし、伊勢のパッケージツアーでここを訪問する日程が組み込まれるほどレビジューは人気なんですね。建物。事務所と店舗が併設されたレビジューの本社です。いや、場所移動しようか。受付。レビジューの受付に行きました。まあ、とりあえず呼ぶか。田村。受付系の人に田村を呼んでもらいます。まあ、ちびまる子ちゃんの人みたいな。少し待ってみましょう。いるか、じゃあ。調べろ。受付の人。相変わらず、こけしカットが可愛らしい。女の子で。こけしカットって言われとって。え、どうした？え、こんなとこになんか出んのかよ。先輩大変です。名札には、え？こけしカットですよ。小宮山実って書いてあります。誰やね、小宮山実って。え？受付の人。まさか男だったとは、男なんや。小宮山実。まあ、実男やけどな。聞け。受付の人。私の顔に何かついていますでしょうか？マジかよ。マギーシローとか、ピンカラトリオのおっさんみたいな頭ってことかな。調べろ、こけしカット。まさか男だったとは。行け。トイレ。トイレってどこですか？奥に進んで右側にございます。そうか。ありがとうございます。先輩、ちょっと行ってきますね。行くんや。先輩、お待たせしました。いや、すっきりした。マジかよ。受付の人、私の顔にそれだけかな、それだけ？なんやね。調べろ。ポスター。桃沢セイナのイメージキャラクターに起用した蒼月のポスターが貼ってあります。しかし、なんで桃沢セイナなんでしょうかね。最近売れっ子ではありますが、黒真珠のイメージと合わないような。まあ、ええやん、もう会社の方針やろ。回りつくか。どうも、あ、来た。あ、田村さん。だいぶお待たせしまいましたね。お待たせしすぎたかもしれませんね。今日もご苦労様で、今日はどんなご用件でしょう。ご協力できることは何でもします。ありがとうございます。ご協力非常にありがたいです。私もちょうど刑事さんたちにお話ししたいと思ったところでした。聞け。田村の話。お話って何でしょう。あ、昨日の被害者の写真をもう一度見せていただけませんか。マジで。もうこれ、やつから攻めてきたな。柏木の写真。こちらですか？何かお分かりですか？ああ、やっぱりそうだ！この人、柏木さんにそっくりです！もう自分から言いよったな。あ、あれ？柏木さんって？はいはいはい、間違いない。そうだそうだ。いやね、昨日お二人が帰ったら誰かに似てるなってずっと引っかかってたんです。今朝になってふと思い出しまして、お二人にお伝えせねばと思っていたんです。こいつ、前、食い気味に強かったな。田村氏。昨日の証拠品をもう一度一通り見せていただきますか。ちゃんと言ってくれるな。警察手帳が見せたのか。そら言われるか。ボールペン。これで何かご存知ですか。昨日お伝えしましたが、うちの会社でも使っているよくあるボールペンですね。そうそう。ここのクリップのとこがすぐ折れちゃうんですよ。なので私は会社の支給のものは使わず、私物のボールペンを使ってます。現場の証拠品のようですが、よくあるボールペンです。たまたま落ちてただけじゃないですか？黒真珠と袋。
そうそう、この巾着袋、浜宮慎二が昔使ってた袋です。え、なぜ昨日は知らないと。すみません、見たこともないとは言ったもの、すごく気にかかって帰ってから家の収納をひっくり返したんです。するとそこが出てきたんです、この巾着と同じものが。実は私今レビジューですが、もともとは浜宮慎二の職人やっておりまして、私が弟子入りした時に師匠の勝清さんからいただいたものだと思います。ただこの巾着が使われてたのは私がいた頃より前の話で、この手持ち以外見たことありません。聞こうか。過去のこと。田村さん、今我々がお見せできるものは全てお見せしました。実は今日咲子さんから5年前の出来事を聞きました。田村さんが浜宮慎二を裏切りレビジューへ行ってしまったと。そうですか、咲子さんはそのように私を、咲子さんにそのように恨まれるのも仕方がないことだと思っています。しかし私の決断は私だけでなく浜宮慎二のためにもやむを得ないものだと信じています。聞け、浜宮慎二の田村。昨日は私が浜宮慎二にいたことをあえてお話しする必要がなかったため、お二人にはお伝えしておりませんでしたが、今はきちんとお話しした方が良さそうですね。確かに私は浜宮慎二勝京さんの弟子でした。当時兄弟子の慎二さんとは契約の件で最後まで揉めていました。でもそれは共に象牙と育ててきた仲間として信頼し合った上での対立です。慎二さんや咲子さんを裏切り追い詰めたつもりはありません。最後は社長だった慎二さん、社長なら死んだ後やもんな。慎二さんが覚悟を決めて契約書にサインをしたのです。それが浜宮慎二を破産という事態から救う唯一の道だったんです。あの会社は何かを捨てなくては生き残れない運命だったんです。それを騙されたというのは私は受け入れしかありませんが、でも私にも私の人生があります。私の父親は一流の真珠職人でした。私はそんな父に憧れ尊敬していました。そして自分もいつか父のような真珠職人になって、その姿を父に見せるためにこの世界に入りました。しかし父は私が葬儀のことで奔走しているところに亡くなっていた頃に亡くなってしまい、それは叶わぬ夢となりました。父、もうその姿は見せられませんが、せめて立派な職人になり天国の父へ報告したかったのです。浜宮真珠に恩はありますが、私はそこで浜宮真珠と一緒に潰れるわけにはいかなかったのです。助かる道やったのお前を見捨てたやんけ、前引き抜かれとるが、じゃあそのまま浜宮真珠おったらよかったんやけど、そうだったんですね。対立したし気まずくて出たってことかな。そんなことないでしょ。嘘やな、これこいつの気持ち。これは宗月の売約の契約が済んだ後、私はすぐにレビジューからヘッドハントを受けました。きっとレビジューとしては真二さんの技術が欲しかったはずです。でも真二さんは絶対に浜宮真珠を出ていかない、レビジューは分かっていたのでしょう。私もだいぶ迷いましたが、逆に宗月の魂をきちんと引き継いでいくためにも、そして生活のためにも浜宮真珠を出ることを決めたのです。考えてみてください。3万弟子だった私があのまま浜宮真珠で人生を終えるのと、レビジューで宗月を育てるチャンスを手に入れる人生の刑事さんたちはどちらを選びますか。うまいこと言いよんな、こいつ。レビジューを選んだ私はそんなに卑怯で責められなければならないのでしょうか。いえ、田村さん、決してそんなこと流されとんなけん。お前単純やの。いえ、分かっていただけなくてもいいんです。あ、戻った。聞け、試験の日のことですね。この前も言いましたが、その日は取引先と会合していました。取引先に確認していただければ分かります。そこは有限会社トライアンツという会社です。なるほど、後ほど確認させていただきます。どうぞご確認ください。ありがとう。ケイさん、私は誰からも責められない生き方をしてきたと決して思っていません。ただひたすらもがいてきただけなんです。そうするしかなかったんですね。ケイ、流されとるの、お前完全に。こいつダメ刑事やな。すみません、決して同情してほしいのではないので気にしないでください。こいつもうまいな。あ、いや、そんなつもりは。それにしても
皮肉だらけなものですね、人生とは。はは。もっとも、有能で期待されていた弟子の柏木さんが、サッコさんのところで破門されて、転落の道を歩み、こんな私が最後に残るとは、な、ちょっと自慢？ちょっと自慢ですか？優越感、こいつ。てて。え、なんでしょう？そのサッコさんのことというのは。は絶対嘘やん、これトラップやぞ。え、ああ、そっか。サッコさん本人からもその話が出るはずないですよね。どうか私からこの話を聞かなかったことにしてください。サッコさんが独身で若かった頃の話ですが、妻も子供もいた柏木さんと不倫騒動がありました。マジかよ。不倫騒動ですって？それで師匠の激に触れた柏木さんはハモとなってしまって、だから顔に傷がついたとでも言いたいのかな。その時師匠が飼い犬のメスを振り回し、柏木さんは顔に大怪我をしたり、それはもう大変な事件でした。その柏木さんの咲子さんに対する態度は一変し、手のひらを返したように冷たくあしらってましたね。そして柏木さんは咲子さんを捨てて浜宮神事を去っていきました。不倫とはいえ、捨てられた咲子さんには少し同情しましたね。あの時の柏木さんの振る舞いには、咲子さんも許せない気持ちがあったんでしょう。あくまで試験ですが、だからさ、柏木殺したとでも思わせたいんか、お前は。柏木さんと柏木さんの揉めたという気がこれだったのか。これ聞いたよ、咲子にな。いや、すみません。これはお話しすべきでなかった。柏木さんのことを思い出していたら、つい、申し訳ないですが、どうか忘れてください。お前、わざわざ釣り込んでやろ、俺らに、これを。はは、忘れると言われましても。あ、そうそう、それから、まだ喋んの、お前。よう喋んな。田村さん、トライアツの契約書のドラフトが届きましたよ。コメントをつけておきましたので、ご確認ください。ご確認ください。あ、佐伯くん、わかりました。この方々は、この間の刑事さんたち？あ、うちの田村も忙しいので、もうよろしいでしょうか。そうです。私はそろそろ。もしその他聞きたいことがあれば、改めてご連絡ください。では、わかりました。それは非常に助かります。長い時間すみません。ありがとうございました。ちゃっちゃっちゃ。では私も失礼します。みんなどこ行った？先輩、とりあえず先ほど田村が言った取引先に連絡して裏を取ってみます。いや、サッコに聞きや、お前。黙っとき言われたって、そのお前。事件やぞ。人が一人死んだやぞ。あ、もしもしドライアンツさんですか？我々は、はい、デビジューの田村さんの。なるほど。先輩、裏は取れました。取引先の会合は本当のようです。しかし、サッコさんと柏木の間にそんなことがあったなんて。しかし、田村、ベレベレと怪しいですね。すでにこちらがいろいろ情報を得ていたことを知っていたのかもしれません。お前、ちょっと、その辺は分かっとやな。ケン、割にバカではないんやな、その辺は。仏が柏木ということから、巾着の話まで何か先回りしているように見えたのは僕だけでしょうか。ボールペンも現場で拾ったものと、レビジューで使っているものは同じタイプのものです。田村の話しゃべりを聞いていると、単なる偶然ではなく、田村が落としたものだったんじゃない、田村の話しゃべりを聞いていると、単なる偶然、田村が落としたものではないかと思ってしまいます。田村が犯人ってことで。ただ、言わずもがなく、それを裏付けるものが何かあるわけでもなく、単に僕が望む真実でしかないのかもしれない。お前、それであってほしいと思っていいんやな。刑事としてダメやな、そこはな。いっそ、ボールペンから指紋採取し、田村の指紋と照合すれば、とも考えましたが、鑑識の話によると、拾った時の状態が悪かったため、指紋採取するのは厳しいということでした。たとえ指紋が採取できたとしても、田村の指紋と照合する理由もなく、残念ながらどうすることもできません。いや、別に多分指紋取らしてくれたらいいだけちゃうんかい、そんなもん。このボールペンは真相に最も近づくことのでき、証拠品という可能性を持っているかもしれませんが、事件の解決につながるような証拠品にはなり得ないでしょう。なるんじゃないの、これ、フラグ？なので先輩、このボールペンは一旦証拠品から外して捜査を進めていきましょう。なんでお前が決めんねん、それ。お前みたいな部下が勝手に決めんな。嫌じゃ。なんで先輩、今日はこの辺にして夜ご飯にでも行けば、またかも腹減ったんか。顔が急に柔らかくなっとんか、お前。まあ行くのはあそこですけど。来た。居酒屋を抱きつきました。はい。はい、いらっしゃい。お二人さん、また来てくれたんですね。毎日やもんな。あ、どうもどうも。伊田町、こんばんは。はい、あ。今日は重い話が多かったですね、先輩。え、いらっしゃい。いつもどうも。よ、いたちは今日も、いつ来たか。何やったっけ？名前忘れた。西沢。もしや。どうもどうも。ケイさん、どうですか今日の収穫は。めっちゃ気に来るやん。
我々につきまとうストーカーさん登場です。なんですか、ストロングカーって。もしや、お二人さんが私につけたおニューな異名ですか？おニューって。いいですね、気に入りました。それバッチリ使わせてもらいます。ストロングカーってなんやねん。いや、まあ、ご注意どうぞ。あれ、ケン君どうしたの？元気ありませんね。まあまあ、いいじゃないか。細かいことは。そういうの忘れて飲みましょうや。さて、その前に私はちょっとおトイレ。相変わらず暑苦しい。まずはビールで乾杯しましょう。先輩、今日もお疲れ様でした。ごはー、仕事などのビールは最高ですね。時間、何時っていうの決まってんの？お前らの仕事24時間、気抜けへん仕事ちゃうんかよ。本当に。調べろ。店の中。平日ですが、週末の前ということもあり、結構混んでいます。厨房。板長が料理作っています。聞け。おすすめ。すみません、板長、今日のおすすめは何ですか？アワビのステーキですね。今日は特にいいのが入ってますよ。おー、合成じゃねえか。じゃあ、それ二つ。いや、三つ。あとビール二本ください。お前、すげえな。アワビのステーキでまあまあ高いんちゃうの？はいよ。アワビのステーキ三つに瓶ビール二本。先輩、今日のお題は僕が持ちますよ。すげえな、お前。まあまあ、給料持てんの。おや、三つってことは私の分も、いや、なんか申し訳ないな。いえいえ、先輩が一つ、僕が二個食べるんですよ。おっと、これ結構な、国家権力ですな。しかし、なんですな、アワビが三つとは合成ない、ケン君。直で見てみなさい、そこの張り紙。やっぱそう、え？板長、私は生中と牛すじで、またかよ。情報聞くか、じゃあ。情報公開しませんか？なんで、ケン君、やっぱり私飲みたいんじゃないですか。最初からそう言ってくればいいのに。そっちにあるんでしょ、情報。私が知ってることは答えますか？押し合いっこと行きましょう。押し合いっこって、柏木元秋、浜宮新一の一番弟子、新職人としての腕は師匠の勝京さんを超えるとも言われていた。理由は不明だが、突如浜宮新一から追い出されてしまう。当時、妻と息子を暮らしていたが、置き去りにして逃げるようにこの土地を去った。柏木さんは三人家族だったね。そういえば、その家族は今はどうしているんでしょうかね。これお二人さんにとって新情報困りますよ、そんなんじゃ。マジかよ。はい。もう一緒か。今回事件、仏さん。それで終わりかよ。かなり適当やな。昨今。浜辺真嗣の女社長。語ることが多すぎるんで、割愛。マジかよ。ただ、蒼月のことになるとカットになるというか、熱が入りすぎるというか、確かに今日も偽物の蒼月を売り歩く、浜月玲治に対し異常な嫌悪感を見せたのでびっくりしました。まあ、その熱すぎるところが、サッコさんの良さと悪さってやつですがね。しかし、浜月玲治ね。玲治のこと。この辺一帯の真珠産業の評判を貶める、浜月真珠のせがれ。偽蒼月の件で、サッコさんから相当な恨みを買ってますね。玲治は今日はワイドショーに出ても、マジかよ。正確には出ちゃったという感じですね。どういうこと？葬儀と人気の上で偽物を横行しているってレポートで、レイジが突撃され揉めている映像が全国放送。クソやな、あいつ。もしサッコさん見てたら殺されますよ。とにかくそれほどひどいもんでしたからね、あのレポートは。医者さん、なんてこと言うんですか？やめてくださいよ。サッコさんはそんなことするわけないでしょ？ケン君、冗談だってば。やんじゃねえの。石沢さん、柏木の家族のこともうちょっと教えてください。今その家族はどこにいるんですか？さあね、柏木が発問され、この地を離れる時に遺産して、消息不明だよ。少なくとももうこの辺に住んじゃいないみたいですよ。妻は重い病気持ちだったようなので、今も生きてるのかどうか。私も今回の事件だと色々と当たってみましたが、有力な情報は残念ながら得られませんでした。マジか、意外にあそこの、スナックのままじゃないの。捨てた家族が捨てた父親に復讐をという線ではないですかね。可能性はゼロとは言えないが、多分それはないだろう。妻や息子はむしろよりを戻したがっていったらしいんですから。で、国家権力たちの情報は仕方がない。ギブアンドテイクってことで。昔は昔、サッコさんの不倫騒動を起こしていました。突然破門された理由がそれが原因だったようです。柏木の顔にある大きな傷はその時負ったもののようです。はい、おしまい。もうそれは初耳ですね。国家権力チームはなかなかやるじゃないですか。浜宮真珠としては、内容的に他に知られたくない話ですからね。内部のものしか知らない情報です。ほほう。で、その内部って誰ですか？田村です。めちゃめちゃすぐ言うな、お前。あ、田村ね。
あれ、たぬき男か。あ、そうそう、田村って言えば、田村のこと。柏木と、さっきも言えば、さくらさん、さっこさんは淑女だ。絶対不倫などしてないでしょ。何かの誤解ですな。めっちゃ顔が、こわばってるな。長きに渡り、浜宮宮殿の周辺を、宮殿と宮殿で浜宮神事の周辺を追い、続けて、いわば、サッコさんフリークの私が言うんだから間違いない。不安なんや。ちょっとストーカー地味出て怖い。先輩、三沢さんが違った意味でマークした方が良いかもしれませんね。お、さっきの鬼の言い味を随分積極的に使ってくれね、ケン君。いや、そうじゃなくて、だからさ、もう何でもないです。はい。田村のこと。三沢さん、田村がどうかしたんですか？昨日、ペフルでランチ騒ぎをしてましてね。トライなんとかって会社に随分おもてなししてました。連れて行ってたんや。トライアンツ。お、それはそれ、その会社。そこで田村油屋証明している会社ですよ。プンプンに寄ってきますね。昨日のペフルに行った時にママが今日は貸し切りって言ったのは、このことだったのか。あ、じゃあ言うことはもうあそこは繋がってるってことやな。アリバイも怪しいってことやね。あ、これは知ってるってことは、西田さんも昨日そこでランチ期騒ぎを。なあ、ケン君、そこ重要ですかい？おっと、こんな時間だ。また帰んじゃ。私は急がない。これでお二人さん、また。帰んのかよ。突然帰っていった。マジかよ。まあ確かにだいぶ遅い時間です。先輩、明日もあります。我々もお開きにしましょう。先輩、では後でお会計はよろしくっていう顔をして、先輩、では後お会計をよろしくっていう顔をしてますが、全言撤回しろっていう命令ってあったりしませんかね。先輩、今日もお疲れ様です。では、こちらで。って言いたいところですが、今日も相部屋じゃなく、空き部屋じゃなく同じ部屋です。ああ、早くツインから脱出したいな。あ、そうそう、しつこいようですが、さっきの食事一応領収書をもらったんですが、なんとか経費で音。うん、切られた。